1956年、ゆりあけみ1月28日から2010年1月25日は、昭和期の歌手、声楽家。本名、久保野や梅子、広島県出身。高等女学校卒業後、建築家を目指して、日本女子大学に進むが、兄の勧めで、東京音楽学校を受験して、合格、同校卒業。卒業後は女学校の教師になるが、 歌手に転校する。1936年デビュー。1937年コロンビアレコードに入り、夜のセレナーデで、歌謡界にデビュー。間もなく移籍した、定畜時代のヒット曲としては、歌の慰問袋、黒いパイプなどがある。1939年ビクターレコードに移籍。熱海の PR 曲、熱海ブルースのヒットによりエキゾチックな情感あふれる歌手として、 遺災を放った。ジャガタラオお春を歌った、長崎物語も合わせてヒット。同年には、藤原歌劇団の歌劇、カルメンの主役も務める。その他のヒットに、忘れぬ瞳、ルンバ、東京などがある。その後、少なくとも1955年頃までは、活動していたが、大倉省の管理と結婚して引退。ありがとうございます。